はい、こんにちは、めぐみでございます。脱獄ごっこ、今回はこちらのアプリを紹介していきたいと思います。トゥームが出しております。皆さんね、知らないと思いますけど、私実はウームに所属しているんですよっていつものテンプレは置いといてね、脱獄ごっこ、まあ脱獄といえば私みたいなとこあるからね、社会からいち早く脱獄したっていうね、私でございますので、ちょっとね、今回やっていきたいと思いますが、今回目玉があります。出ました、ボノボノね。みんなボノボノ朝やってるの見てる、ね、ボノってる。ボノボノと今回脱獄ごっこがコラボしたということで、これでボノボノちゃん、アザラシじゃないラッコさんですね。で、ボノボノね、これがシマリスくんですよ、ね、リスといえばやっぱ YouTube 界のリスは私だからね。YouTube 界のリスは私だから、シマリスくん、アライグマくんね。でマイッキーっていうこのボノボノの、スキンをかぶった、脱獄ごっこのキャラクターなんかもいます。猫、ボノボノとコラボということで、ね、やっていきたいと思いますけど、ね、シーズン3戦績1戦1勝ということで、初見プレイですね。初見プレイ1回だけちょっと練習のためにやりましたが、なんていうの、猛者がいっぱいいて、ちょっと結構大変なんで、初見で今回は行こうと思います。で妹なんかもありまして、こうね、打ち上げ花火とかダンス、あとはね、このアクセサリー、これもいろいろなんか装備できるんですよ。日本刀とか、ね、抜き身のね、刀ね、やっぱ抜き身の刀そのまま持つにはやっぱり鞘が必要ということで、私の鞘に皆さんなっていただければと思いますけどね。いろいろある中、今回私がリュックで背負っているのが、しまわれたボノボノ、泣いてますけどね、ボノボノの貝、かわいい、こっちでしょうか、ボノボノの貝のがかわいいかな、私はピンクだし。順次どんどんボノボノのキャラが追加されてくるというお話になっておりますので、ここにもっとどんどん出てくるんだと思います。で、あれこれね、いろいろキャラクターいると思うんですけど、コンシューマーでよくあるバトルパスのシステムを使っております。なので、これアンロックってやるとバトルパスの購入っていうのがあるんですよ。で、これもコンシューマーと同じように、通常版とプレミアム版、クイック版とノーマル版がありまして、ノーマル版だとレベル1から上げていくんですけど、クイック版だと25からスタートできるという、まあ最近ではよく見る、このシステムだと、なんだろう、バトルパスってすごくよく、優れているシステムで、やればやるほどアイテムというか、その課金したっていうか、そのゲーム内アイテムがどんどんもらえるんですよ。だから、ゲームって遊べば遊ぶほどっていうところがあるんで、一個一個買うよりはバトルパスで一個そのシステムを買うと、たくさん遊べば最後までアンロックできてアイテムがいっぱいもらえますよっていうところで、実はバトルパス自体のシステムがすごく優れているんですよ。天使の羽とか、これもアイス食べ放題、なんか羽がいいな、私、虫、空中浮遊、なるほどね。なんかこれちょっと私っぽくない？いや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 、ボロボロだから今回の見どころはボロボロ、ってしちゃってるけどね。かわいい、かわいい。まあ、この脱獄ごっこ自体がこのドット調、ピクセル調になってるんで、まあでも誰が見てもこれボノボノだから、よく、そういうところ作ったなと思います。このなんていうの、ドッターっていうんですか、ドット打ち職人っていうのはもう腕の見せ所ですからね。で、ゲーム自体は、3つのモードがあります。脱獄ごっこ、軽ドロー、5vs5 ということで、
これちょっとね、今回3つともやっていきたいと思います。ね、1回だけ遊んだのが脱獄ごっこなんですけど、これは、人狼1市民3っていう通常モードで、まあ、人狼倒したら勝ち、もしくはだ脱獄できたら勝ちっていうところですね。でちょっと実際やってみましょう。インターネットに接続していません。そうですね、はい、すいません、全部来てましたじゃあいきますよ。ラッコ、あれこれ島リスって選択できるのかな。私はリスみたいなとこあるからね。あ、リスできんじゃん。島リスくんにしよう。いやこれはやっぱリスみたいなね。ほらもうレベル64とかもうね、すごいですよなんで1回でやめたかっていうと、レベルこれ 100とかみんなやっぱ出てくるんですよ。モサがすごくて、人狼やめようね。人狼ちょっとやりたくなっちゃうけど、今回は普通に行きましょう。あなたは市民ですということでね。ほら、私、こちらでございます。リス。あ、しょってる。リス。パンチ。あ、今はできないでね。パンチ。で、ちょっと何これ。あれ私、あ、そのビリビリマップビリビリすんので、これでジャンプとかパンチとかできて、まあ人狼倒せばいいんだけど、こう箱を開けていく、今 HP 回復ですね。箱を開けていって、多分6個をね開けられれば、いいんだけど、まあ大体この手のあれって6個開ける前に何か起きるっていうねところだと思いますよ。これでね、まあ開けまくってると人狼じゃない市民なんだろうなとかねっていうところでうまくやっていくわけですよね。あれ結構平和ですね。どうしましょう。一回だけやった時はもう開幕からもう人狼探しになってて誰々が人狼を疑っています、誰々が人狼を疑っていますっていうね、いきなりインファイト始まってたんで、やばーと思ってお、これは人狼がちょっとやばいぞという状態なんですよ。攻撃されてる、豚になった。あの人人狼なんじゃないの。あの人人狼説あるでしょ。ちょっと、あ、なんかサメさん、あ、ちょっとこれサメさん、人狼？あ、ちょっとこれ君人狼じゃないの、もしかして。これどうやって入るんだろう。あ、あそこにサメもいる。開けもうとりあえず全力で開けていこう。あと2つがある。回復した。おっと、あと1個。これで、どっから出してするの。北のヘリ、北 NN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 N どこ、 NN こっち、あそこで何、人狼おる。これ人狼 100% 人狼、これ100% 人狼でしょ。イエーイ、なんか平和だったな。一回やった時マジすごかったんですよ。もうなんかね、開幕ほんとインファイト始まったのこれもうなんかすごいわと思って。なんだ、大丈夫じゃん。とりあえずこれが脱獄ごっこモードで、これ二段とかなり上がるじゃないかな。あ、違うか、1回目は上がったか。でこれバトルパス買っとくと、今4までロックできるようになっております。で今回じゃあこのケイドロっていう、私、神奈川県横浜市出身なんですけど、泥順って言ってたよ。泥順、これちょっと審議中なんだけど、軽泥勢と泥順勢どっち
あ、うちの地域は泥順だったよ。軽泥っていう、まあ軽泥なんでしょうね。キャラ変える？エモーションが追加されたの。あ、だからこれあれやんなきゃいけない。リス、じゃあやっぱアイグマくんにするかな。最後ボノりましょう。最後ボノりましょうね。あー、ケイドロー。さあ、いやーもうさ、レベル100とかおるやん、マップ。あ、サメさんおる。あ、でも天国の階段だって。これにしようか、ヘブンズゲート。あ、ちょっと時間切れ。ランダム、ランダム。人狼に気をつけながら、軽泥、8人プレイ。スマホで8人だもんね、すごいよね。エクセレン！ちょっとここ何、レインボーみたいだ。あ、ちょっと DJ 切ったんじゃん。私、ここでパラパラ踊れるよ。開け、いきなりこれ開けるとさ、なんかたげられる。あいつじゃねえみたいな。あいつ、市民じゃねえみたいな。何何、ちょっと私左右反転した今。あ、これレンってこの人さ、人狼じゃねえの。ちょっと私記憶力はないから。あ、これ12個もたれん。レン、あ、私レンさんに撃たれたんじゃない。レンさんに撃たれた気がするから、私もレンさんな気がするんだよね、人狼。この人はね、多分平和だと思う。倒れた。あの大月さんはね、平気だと思うから復活いきましょうか。あ、復活いった。マイッキーさんが復活させたってことは、レンさん怪しくね。レンさん行こう。レンさん、あれでもなんでこういうことすんの。ちょっとわかんないな、これ。やっぱ武力による戦争根絶を目指してるんで、こう平和的にスイッチ押すより、人狼行きたいんだよな。人狼違ったら申し訳ないんだけど、違ったら本当申し訳ないんだけど、どっちかなんだよな、やっぱどっちかな気がするんだよ。もうやめて。誰、いや、やっぱこの人でしょ。じゃあこっち、この人でしょうか。ちょっと私のエイム力当たんねえ。おっとっとロゲランなくなっちゃったもん。パンチ。マー君を疑ってる？本当に？この人でしょ？この人だと思うよ。マッキーさんを探したい。位置が分かんない。大好きさん、セーフだから。これ間違いないから。これどうやって入るの？入ってる。蘇生した？終わりだよ。え、ちょっと箱も分かんないし、私。ヘリ、N でしょ？ N。あ、道が分かんない。あ、痛い。これさ、あれだよね。この、なんていうの？オブジェクトで死んだら、何やってんのってなっちゃうね。早く。HP 回復も入ってるからね。レンさんじゃなかったんだ。レンさんじゃなかったんだね。よし。最後やっぱね、決めていきますか。ボノりましょうか。ボノりましょうね。はあ、これが私一番熱いと思ってるんですよ。ね、これ多分ね、ガチなんで。
殴りましょう。ね、これやっぱレベル100が3人もいる。すごいね、本当。なんとか刃って人気だね。なんとか刃ってすごい人気ですね、今やっぱりね。このなんだろう、みんなで遊べるっていうのは私は好きなんですよ。まあ、友人のね、さっちゃんとかとよく遊びますんで、こういうゲーム、なんだろう、もっと増やしてほしいんですよ、市場に。やっぱソロ多いんで、こういう、これソロで遊ぶゲームじゃないというか、ソロでは遊べないんで、赤チームを倒せ。ラケット、パンチよりかなり痛い。クラッカー、優しい人狼さんがいる。あ、拠点戦争があるの？え、なにこれ、コンクエストみたいな。え、これはなんかできないよ。アイス、これは拾えない。あ、拾えた。あの卵から中割れたらさ、私出てくるようにしてくんないかな。ちょっとね、あの卵を割ったら中から私出してくんない？はい、これ取り合ってんの？痛い。いや、死んじゃう。取った。赤チームやっていいのはやられる覚悟のあるやつだけど。ちょっとリスポーン、リスポーン。いやー、やっぱうまいよね、みんなね。うまいよー。あ、アイスからリスポーンするのね。これ持ってるだけで威圧できるからね、多分。ブオン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 。あー、ちょっとこれ試しに押したら、あー、もうダメだね、試し打ちないのね。初心者なんだから、みんなについていきなさいって話だよね。めっちゃここすごい。これ以上仲間でね。よしよしよし、このアイスは私のアイスだ。よし、最後ここでしょ。全力でみんないるんでしょ。ヘイ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 。あ、やめてダメダメダメだ、ダメだって、ダメだって。あ、ちょっとみんなでやれば怖くない。リモートボム、キャノン、ほいと。いいね。え、なに。あ、違う、これで突っ込む。あ、私下手くそ。うわー、いっぱいいる。ちょっとサーベル持ち、これ近づけないな。あ、ボノボノだからな、私。見て、ボノボノだから、ボノってっから。もうこれ勝ちなんじゃない。私、何の役にも立ってないけど。豚こいつ。めぐみさんは何かの役に立ったんですよね。めぐみさんは何かの役に立ったんですよね。何の成果もあげられませんでしたと言いたいんですけど、多分アイスクリームであげたから点入ってる。やったね。はい、そんなわけで脱獄ごっこいかがだったでしょうか。ちょっとね、あまりに私が下手すぎてね、ゲームの魅力がなかなか伝わらなかったかもしれませんが、見てください、これ成績4連勝中ということで全勝してるんですね。これがいわゆる味方ガチャってやつでございますね。マルチプレイってのはやっぱそういうとこありますんで、みんなでわちゃわちゃやるのが面白いと
ということで、自分はちょっといまいちなんだけど、うまい人がいれば勝ってしまうとね、よくあるパターンですよ。私、さっちゃんとマルチがわちゃわちゃやってますんで、さっちゃんがうまいからクリアできるみたいなね、ありますんで、これね、本当リアルフレンドってやったら一番面白いと思いますけどね。最後になりますが、コラボ特典ということで、今ゲームをプレイするとボノボノの貝が無料でもらえるよということで、今回ね、私は特に課金などしておりませんので、このボノボノくんだったりシマリスくんのねスキンがもらえたり、このさっき背中に背負ったねやつとかは無料でもらえております。で、さらに脱獄ごっこ公式ツイッターのフォロー&RT でボノボノグッズが5名に当たるキャンペーン実施中ということで、ボノボノくんの何かが当たるでしょうね。ボノボノ等身大ぬいぐるみが私は欲しいでございます。で、さらにウームにて脱獄ごっこボノボノコラボグッズ発売決定、6月下旬予定ということで、コラボグッズ、脱獄ごっこコラボグッズ、はい、脱獄ごっこに私やめろって、だからそういうことじゃないでしょ、そういうことそういうことじゃないでしょ。リスが知性だからね、リスが好きなんですけどね、この魅力を伝えるっていうところでね、リスリスリス、シマリス、シマは何本ですか、あなたのシマは何本ですか。というわけで、脱獄ごっこのアプリとボノボノコラボの紹介でした。見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。